ですね、ジャスト30分新作タイムアタックをやっていきたいと思います。はい、もうね始まっているんですけれども、そう、今回の動画はですね、もうノーカットで30分、ひたすらねベル集め、ベル稼ぎをしていくら稼ぐことができるのかっていうねチャレンジをやっていきたいと思います。はい、なので、そう、今回はジャスト30分のね動画にして、30分経ったら強制終了というね形でやっていきたいと思います。今ねもうひたすらリンゴを集めているんですけれどもはい、そう、字幕を入れたりとか効果音を入れたりとかのね編集はするんですけど、カットはせずね、ノーカットでやっていきたいと思います。待って、ポスト出しちゃった。ポストは置いとこ、とりあえず置いとこ。そう、ポケットもね今までね最大の多さじゃなかったんですけど、ちゃんと一番大きいねポケットをマイル交換でねちゃんと交換してきたので、もう万全の体制でやっていきたいと思います。はい、まあ、一応ね目標はちょっと高くね見積もっておこうかなと思うので、まあ、10万ベルを目標にねやっていきたいと思います。はい、もう30分経ったらもう動画は強制終了なので、もう売る時間もねちょっと考慮してやっていきたいと思います。なので、いくらなんかリンゴとか全部集めてたとしても、30分の間に売ることができなければ、もうそれはねもうゼロベルと一緒なので、ちゃんとねそうこまめに売ることも考えつつやっていきたいと思います。よし、とりあえずねこの島になっているフルーツとか野菜とかを集めて、とりあえず売る。貝殻とかもね、もう拾えるものはもう全部拾っていきたいと思います。意外とこの子たちもねそうバカにならないですからね、集めると。そう、まあね、なんでねこの金属タイムアタックをしたかっていうと、まあね今こちらサブ島なんですけど私のはい、なのでまだお家がねまだ収納が全然少なくて、今ねもうパンパンなんですよね収納がもうお部屋にね物をめちゃめちゃ置きまくってるっていう状態で、もう収納と家具とか服がもう追いついてない状態なので、もうお金をね稼がないと、もうローンをね返さないと、そう結構厳しい状態にあるんですよなのでちょっとお金をね稼ぎたいなと思ったんですけど、まあ、まったりゆっくりねベル稼ぎをするのもいいんですけど、こうやってもう30分って時間を決めて自分をね追い込んでやったら、もうめちゃめちゃね効率的に稼げるんじゃないかなと思うのでやっていきたいと思います。スルメはやっぱ夏休みの宿題とかも、もう夏休み最終日とかにね泣きながら追い込まれてやるタイプなのでそう、なんか毎日コツコツやるっていうよりは、もう結構ね決められた時間にねもうわーってやるっていうねタイプの子供だったので、はい、ちょっとね追い込んでやってみたいと思いますはい、マキバスターの梨園、じゃあここで梨をいっぱいゲットしよう。ちなみにねローンは確か50万ベルぐらいだったと思うんですけど、まだ半分もね預金がない状態だったと思うので、もう本当にもういくらでもいいですね。もう今回のこの30分でローン完済できたらもう万々歳って感じでございます。さすがにねそこまでは30分ではきついかなと思うので、まあ10万ベルかな目標にやっていきたいと思います。まあでも結構このフルーツとかさ売ったらさいけそうな気もする。あ、待って、魚いるな。なんだろうあの魚、高いかな。私あんまりお魚のね売り値をねちゃんと把握してないのでわかんないんですけど、ただそう釣りはね結構時間かかるからな、ちょっともう後半の後回しにしたいと思う。素潜りとかもね多分稼げると思うんですけど、結構その1匹をね取るために結構時間がかかるイメージがあるので、ちょっと一旦とりあえずこの確実に得れるものたちを
もう根こそぎ持っていって、もうバシッと売るっていう感じでやっていきましょう。もしでしたらね、皆さんもね、あつ森やってる方、もう私と一緒に同じ尺で30分金足チャレンジをして、ちょっと私とね勝負するっていうのもね楽しいんじゃないかなと思いますね。ちょっとこの動画を最初からにねしていただいて、せーので始めて、そう30分でどっちの方がたくさんお金を稼げるかっていうチャレンジをね一緒にしていただいても楽しいかもしれないです。もしでしたらコメントとかでね、いくら稼ぎましたとか教えていただけたらめちゃめちゃ嬉しい。でも正直この野菜をね植えてる数とかは結構でかい気もしますね。ただね、私のこのサブ島1個弱点がありまして、やっぱあつ森でさ一番効率よくお金稼げるのって私蜂だと思ってるんですよ。まず一瞬でね蜂の巣も取れるから結構ねお金になると思うんですけど、私まだこのサブ島をね木をちゃんと整理してなくて、結構ボーボーに生えてるんですよ。もう無造作に無作為になんかボコボコ生えているので、蜂を探すのが大変なんですよね。そうメインの島はもうね、あの蜂が出る本数の木しか置いてないので、もうすぐね蜂を取ることができるんですけど、ちょっとねサブ島はまだちゃんと成長していないので、そう蜂が取れないっていうのが結構ねこのチャレンジにおいて痛手かもしれない。わあ、あの椅子なんだろう、いいな。あ、身体測定のやつとか売ってる。あ、今ちゃんと所持金は0円にねしております。はい、うろう。わ、なんかめっちゃなんか気になる商品めっちゃあるけど、とりあえず今は売ります。ハニワのかけらもね売っちゃおう。もうとりあえずちょっと今回はねチャレンジなので、5154ベル売りましょう。よしよしよし、オッケー。よしよしよし、サクサク行こう、サクサク行きましょう。わ、いいな、なんかてっちゃんとリアーナちゃんが見える。話しかけに行きたいですけど。話しかけに行きたいけど、え、ちょっと待って、これ釣っとく？大きかったね、今ね。鈴木かな、鈴木かもしれないけど、なんだろう、大きいから、はい、お、あ、鈴木かーい。鈴木かい、やっぱり鈴木なんかい。ちょっとこのヤシの木も取って、そう12月になったので雪がね降ってるんですよ。いいですよね。まだね、あの積もるほどの雪は降ってないので、まあ、もうちょっとしたら多分ね、あの雪が積もって周り一面真っ白になってね、雪景色になると思うので、それはそれで楽しみですね。でもこうやってなんかさ、まださ土がちょっと草が若干ありつつの、この雪がパラパラ降ってる感じっていうのもねめちゃめちゃいい。え、ちょっと待って、やばい、もうすぐもう10分経ちそう。やばいな、3分の1が終わろうとしてる。待って、やばい、ちょっとペース上げていこう。早くリンゴ拾って、スルメ。あ、待って、お金、よし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 、オッケー。これね、まあ、あの埋めて金の木にした方がいいんですけど、今回はもう今日中のチャレンジなのでこのままいただきます。なんか虫とかもあればいいんだけどな。そうだね、秋だとさキノコが取れたので、トリュフとかね運よく取れればなかなかのお金が稼げたんですけど、冬なのでね。あ、待って、化石かわかんないけど、埴輪かもしれないけど、あ、でも埴輪もねそこそこ828円、埴輪価格で売れるし、化石も鑑定してしまえば結構高値で売れるので、
この掘るやつは積極的に掘っていこう。蝶々は安そうなのでスルーしよう。よし、化石ゲット。オッケーオッケーオッケー、オッケーオッケーオッケー、よし行くぞ行くぞ行くぞ。あ、リンゴの取り残しがあったね。でさっき取り損ねた野菜を取りに行って、なかなかいいんじゃない。蜂をね取りに行くか悩んでる。全部のね木を揺すれば多分蜂出てくるんですけど、なんかそれをしてるぐらいだったら海に潜った方がいいのかなとか思いますよね。作戦はね、そんなちゃんと考えてなくて、本当に30分気ままに私の思った通りに思った感じでノリでやっていきたいと思います。え、でもちょっと登ろっか。蜂出たらラッキーみたいな感じで、どうだろう。でも厳しいかな、結構あるのよ、結構あるのよこの木。あ、お金ビビたるもんですが、私ちょっとこれ無駄な時間かな。ちょっととりあえずここの木だけ取って、雪がさ積もるとさ、この木もね雪をかぶるので、めちゃめちゃクリスマス感出ていいですよね。あー、これはね飾りなので取らない。そこのねお金のなる木はねちょっと飾りなので、ちょっとこれは取らないでおきます。よし、化石ゲット。オッケーオッケー。そうで、こっち側にねドミグラちゃんのお家があって、そう、このみかん畑があるので、ちょっとこれを取るぞ。私は取るぞ。よし、なんか10万ベルはいきそう。目標は高く10万ベルって言ったけど、なんか普通に取れちゃいそうな感じがする。よし、蜂取れないかな。蜂取れたらめちゃくちゃ嬉しいんだけどな。よいしょ。あ、ドミグラお家にいるね。何してるんだろう、話しかけに行きたいけど。そんな時間は私にはない。あ、これ大丈夫かな、取れるかな。取れた、よし、オッケーオッケー。あ、お花取っちゃった、まあいっか、まだまだ余裕はある。よしよしよし、ここのオレンジも取って、やばい、半分が終わろうとしている。よいしょ、今のね季節みかんいいよね。やっぱこたつにさ入ってさみかん食べるともう至福ですよね。幸せだよね。あ、なんだ、アンドン、アンドン、これもう売ろう。アンドンってなんだっけ、あれだよね、多分あれですよね、あ、これだよね。なんか和室とかに、和室ん、なんか旅館とかにあるやつだよね、なんか光るやつ。待って、やばいやばいやばい、そして全然蜂が取れないな。あ、全然だ、全然蜂取れなかった、残念、運は私に味方しませんでした。ちょっと貝殻を拾って、ちょっと一旦売りに行こうか。よし、怪しいの決まった。よしよし、
シの木。そう、貝殻もね、意外と地味にね、お値段するからね。よし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 。ちょっとこれ頑張ればさ、今日一日でさ、ローン返せちゃう可能性もさ、なきにしもあらずじゃない？うわー、これは取るかメッセージボトルはちょっと取っとこ。あー、ダメだ、ポケットいっぱいじゃん。なんだ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 。もう、ヤシの木なら多分、ドイツ商品だから取れる。あ、取れない？マジかマジか。オッケーオッケー、また来る。よし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 、売りに行くぞー。よし、半分が終わった30分って結構早いね。よろしくよろしくお願いします。あ、でも結構蜂がこれで取れてれば結構なあれなんですけどね。化石は鑑定してから出すので売らないでおきまして、アンドも売っちゃおう。よし、オッケー。おい、やった12万ベル、いいぞいいぞいいぞ。え、でも結構いいペースかもしれない。よし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 。で、さっきのとこ、あ、トモツー、話しかけたかった。なんか住民さんがいるとさ、話しかけたくなっちゃうんですけど、これが終わってから話しかける。冬になるとね、住民さんたちがさ、寒さ対策で帽子をかぶってるので、めちゃめちゃ可愛いよね。私もなんか可愛い帽子買いたい。オッケーオッケー。ヤシの木、あ、間違えた間違えた間違えた。保つ用に、保つのためにね、置いといたビーチタオルを回収してしまった。よしよしよし、いいぞいいぞ。なんか大きい魚釣りたいね、できれば。よし、これでとりあえず我が島で取れるものは最後かな。なんだろう、あ、梨のベッドだ、やった。あ、そうだ、たぬき商品の高額買取商品見なかったな。蜂が出てこないか。ダメか。あ、来た！やったー！蜂ゲット蜂ゲット！ナイス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 ！と、これも蜂だったら嬉しい。あっ！なんだ今、何落ちた？何が落ちたの？何が落ちた今。あ、松ぼっくりが落ちたのか。あ、まだ松ぼっくり取れるんだね。よしよしよし、よい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 。いや、ありがたいありがたい、蜂取れたのはでかい。あ、レイコが体操してるかわいい。寒いからね、強く動いとかないとマジで寒い。いや、本当になんか寒いって言って縮こまってると余計寒いから、もはやね、動いた方がいい説あるよ、この寒さは。あ、来た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 、いいじゃん、めっちゃいい感じよ。ベビーハニワ、オッケーオッケーオッケー。そして岩をカッカして、カッカしようカッカしよう。これ鉄鉱石結構売れますからね、売ってしまおう今回は。あんまなかった、2個だけか。石とか粘土はそんなに高くないけど、もう売ろう、売れるものは全部売る。危ない危ない危ない、よしよしよし、やばい、待って待って、やばい、あと10分しかない。
ょうがない。よし、お金、お金が出てくる岩。あ、そっかそっかそっか、これあれじゃん、私が花植えてるからさ、こんなところにこんなところに花植えてるから微妙な感じになっちゃった。岩がちょっと、あの岩の場所変えよう今度。よし、だって岩カツカツするから、岩カツカツ、やばいやばい、グダグダになってきた岩カツカツしよう。絶対どこかにあのお金のね、お金の岩があるはずだから。よいしょ。え、待って待って、30分って早いよ30分って意外と早いな。よし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 、なんかいろいろあれしてこれしてとか思ってたけど、意外と意外と経っちゃうね、30分って。あ、来たー、よしよしよし、これね、これでかいよ、これでかいよ、ノーミスでいきたい、ノーミスでいきたい。よし、オッケー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 。え、やばい、待って、ローン返せ、いやそこまでではないなローン返せちゃうかなとか今思ったけど、あ、待って、リンゴの取り忘れがあった。よし、ここだ。間違い、よいしょ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 。あ、何もいいもん出ない。よし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 、オッケーオッケーオッケー。まあ、とりあえず化石もあるし、ちょっと売りに行きますか。よし、とりあえず、あ、新しいやつだ新しいやつだった。これは売らないで後で寄贈しようかな。え、でも糸トンボなんてそんなに珍しいやつでもない気もするから、売っちゃってもいいかな。でもなんか寄贈するの忘れちゃいそうだからな。鑑定して鑑定して鑑定して、よし、頼んだ。オッケー、あー、寄贈しとくか。こんなお金にならないことをしてもしょうがないんですけど何もないよ、ありがとうありがとう。よし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 、あと多分取れるものはなさそうなので、魚を釣ってもいいよね。あ、リアナちゃんがいる、よいしょ、来い。あ、来た、見とれ、リアナちゃん見とれ、リアナちゃん、ほら、鈴木でしたー鈴木でしたー、わざわざ見に来てくれたけど鈴木でしたー。タモツがなんか服買いたそうやばい、待って待って、やばいやばいやばい、もうすぐ終わっちゃう、もうすぐ終わっちゃう。やらせてー。いや、化石がね結構いけるはずよ。ハチもいますから、なんて言ったって。よし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 、さあどうだ。あ、意外といかねー、意外とあれあれあれ、意外とだな、意外といかなかったな。待って待って、どうしよう、まあ、待って、どうするどうする、残り5分どうする、釣るか釣るか潜るか潜るか。あ、待って、高額買取商品一応見とく。
木箱と歯車とはどうだろう。潜るか。潜るぞ。こんな、あ、待って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 、私は潜るぞ、この極寒の中超寒そう、やばいね。なんか夏とかさ、潜ってるとこ見るとさ、めっちゃ気持ちよさそうって思うんだけどさ、こんな雪降ってる中こうやって泳いでるのはなんかさすがに寒そうだわ。なんかかわいそうになってくるあれ、そしていない、あ、いた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 、よいしょ、誰だ誰だ、あ、私の大好きなオイスター、どこだどこだ、ちょっとホタテとか出てほしくないかも今回はラコスケ来ちゃうかもしれないからさ、そう、来たらさお話ししないといけないから結構タイムロスになっちゃうよね。あったぞ、潜る、誰だ、フジツボ、あとはあとはあとは、やばい時間がないぞ。え、釣りとさ潜るのってどっちの方が効率いいのか結構悩むとこよね。よし、またフジツボだ、高いの高いの欲しい、高いの、よし、あ、これでかそう、なんだろう、あー急ぎん着かい、私急ぎん着がいくらで売れるかもよく分かってないんですけどね。これ来た、これ来たよ、よいしょ、ナマコ、うわー、なんかあんまり高そうなのゲットできなかったな。これで最後にしよう、あと2分しかないので海はこれで最後、よし、ウミウシちっちゃいなんかどでかいものバーンって言って終わりたかったんだけど、そうもいかない、厳しい世界だ。よし、どうしよう、とりあえず売るか、貝殻とかも落ちてないかな、またなさそうだね。うーん、あー、その魚を釣るか、1分、まだある、まだある、まだある、まだ1分ある、好きなんだ、もう鈴木しか釣ってなくない私今日悲しい、いやちょっとショートカットしよう、あ、待って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 、ちょっと待って待って待って、ショートカットしようとしたら思ったよりも元ついたよし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 、いけ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 、やばい、待って待って、うろうろうろ、早くうろう、はい、もうねほんと30分経ったらすぐ終わるので、もうもしかしたらもう挨拶とかもできずね、そのバイバイも言えず終わるかもしれないのでよし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 、これで終わりかな、これで終わりかな、4300ベルだって。ということで私の今回の金策チャレンジは173432ベルということになりそうですね。あと10秒だから、さすがにこれで何か売るってことはできないと思いますので、はい、ということでね、この動画が少しでもいいな、それで頑張ったねと思ってくださった方はチャンネル登録と高評価、コメントなどぜひぜひ。